タニツ遊園は千葉県奈良市の下日に,にかつて存在した遊園地、京成電鉄が直営運営を行っていた。1982年12月21日に閉園。現在は施設内のバラ園が奈良市の市営のタニツバラ園として現存している。タニツ遊園の楽天府1954年に撮影された当時のタニツ遊園の様子。 この年の8月1日に入園者数2万3000人、収入126万円を上げた。大正時代に塩立ちとして使われていた海岸地帯が国の園業試験場などに転用された後、この一帯を埋め立てて娯楽施設に再転用し、1925年に京成遊園地として開設した。その後に多日遊園と解消されているが、戦時中は、 有の字を取って一時的に多日園と解消されている。また、1931年から1936年にかけては、坂東つまさぶろうによって、坂東関東撮影所が開設されていた。昭和40年代に、南側全面の東京湾が埋め立てられる前までは、近隣の船橋ヘルスセンターと共に潮干狩り、海水浴のできる海辺の遊園地として人気があった。 プールもあったことから、夏季には多くの海水浴客を集めた。当時の海岸の一部が多日日型として残されている。しかし、母体の京成電鉄自身の経営が当時悪化したことと、東京ディズニーランドへの経営、三角計画により、黒字経営であったものの1982年12月21日をもって閉園した。実質的には発展的解消といえ、 閉園時の従業員のうち多くは東京ディズニーランドに移籍している。園内の遊具は主にカモリ観光系列の北海道の遊園地へ売却され、主に日本国内初のコークスクリューを含む2機のローラーコースターを含む23機種の大型機材や小型乗り物は北海道のルスス高原カントリーランドへ移設された。他一部は札幌市のザ・おもしろランドにも移設された。 シンボル的存在であった観覧車は数年間放置されたが解体され廃棄された。跡地の多くは日本住宅公団の団地、タニツパークタウンが建設され、残りは奈良市の市が買収し、タニツ公園となった。また、バラ園については閉鎖を惜しむ声が上がったことから、1988年からタニツ公園の一部にタニツバラ園として再オープンし、 現在も運営している。多日遊園の閉園後、京成電鉄の遊園地事業は、三井不動産と共同出資している、オリエンタルランドが引き続いており、バラ園の管理運営など園芸、造園事業は、千葉県八千代市内の子会社、京成バラ園芸が引き継いでいる。多日バラ園入り口の脇には、読売巨人軍発祥の地の石踏みが残る。1934年に来日した。 アメリカ選抜チームと対抗するため結成された東京六大学出身者を中心とした全日本チームがここで練習しそのチームが後の東京巨人軍になった経緯からである。なお、京成電鉄は東京巨人軍の運営会社であった第二本東京野球クラブの筆頭株主でもあった。バラ園の様子近接する船橋ヘルスセンターとの間に九十九里鉄道の車両、 施設を移設して遊覧鉄道を敷設する計画があったが、千葉県道8号船橋阿ビ子線を立体交差する必要や船橋競馬場の敷地通過反対などの問題から実現には至らなかった。ありがとうございます。